これアルメリックのチャンネルアイランドの CI プロっていうモデルで、結構新しいやつやね。最近の一番新しいんじゃないかな、あのプロパフォーマンスボードでは。なんか俺の感覚では、まあ、コンセプト的には多分すごいパキパキの惚れた波で、なんかそんなにこうロングオールじゃないような、結構がっつり惚れてきるような波で、まあ、がっつりレール入れて寝かしてくれるサーフィンの板なんじゃないかなと思うんですけど、なんかすごい思ったよりどの波でも機能するなって感じで、まあ、割とどの波でも走るなっていう印象ですね。なんかアルメリックはこうすごい他の板とかってどっちかといったらこの辺、このテールあたりでこう水を圧縮っていうかグーッと押し込んで水を後ろに流すことでこう一気にスピードをつけるようなデザインになってるような気がして、でその中で結構アルメリックって この CI プロぐらいからどっちかというとそっち寄りにはなってきてるんですけど、前足からレール入れるっていうか前足からグーッと押していくようななんかサーフィンをできるのはやっぱりアルメリックなんかなと思って、まあそうやって考えるとやっぱ難しいし、他のブランドじゃできないサーフィンをできるんで、基本乗りやすさで選ぶなら多分いろんな板あるんで、やけどその中でも俺はアルメリックを選ぶ理由としてはすごいこの板じゃないとできひんっていうサーフィンを結構できるような気がするんですよ。だからそこをすごい意識していろんな波やっていきたいなみたいな思ってるんですね。頑張ります。